さ。先輩、一つ伝え忘れてました。今度の任務、先輩と私の二人で当たるようにと。ハンドラーも。帳？今日が雨でよかった。この気持ちは隠し通す。詳細は病院でまた連絡します。なぜなら私たちはスパイだから。大好きな先輩にそう教わったから。いいか、帳？スパイたるもの、どんな時でも本音を表に出すな。イエス先輩。心を殺せ、隙を見せるな。イエス先輩、私これから一生ポーカーフェイスを崩しません。いや、それはちょっと。先輩、偽りの夫婦でもいい、今はただそばに。今の先輩はおままごとでふぬけています。私の足を引っ張らないようお願いします。あなたの妻にふさわしいのはこの私以外いないと。